パナソニックの加藤と申します。先週の月曜日から金曜日までオートモーティブリナックスサミットとあとリナックスコンジャパンが、開催されてましたので、簡単なんですけれども、毎回こういうカンファレンスがあると、うちから簡単な報告を上げさせてもらっているので、今回も報告したいと思います。で、今回のカンファレンスは日本で開催されてますので、結構皆さんの中に参加されている方も多いかなと思ってます。で、私だけ緊張して構わないので、皆さんはちょっと肩をリラックスさせて、随時フォロー、質問、コメントをいただければありがたいかなと思って。別の名前でツッコミと言ってるのに。ツッコミでも名前ですから、そうじゃないだろうというのもありですので、特にカンファレンスに参加しておられた方は、随時コメントをお願いします。はい、それではまずオートモティブリナックスサミットの方なんですけれども、概要として、あんまりちょっとまとめきれてなかったんですけど、今回第3回目ということで、第1回目1年半ぐらい前ですかね、日本であって、第2回目が、去年の9月にイギリスでありましたと。で、規模的にはセッション数が30件ぐらいで、150名ぐらいの参加者という形ですね。で、私は今回初めて参加したんですけれども、他のカンファレンスと比べるとやっぱりちょっとお堅い感じがしてですね、ELC とか、アメリカで開催されたやつに私も行ったんですけど、そっちと比べるとちょっと雰囲気がちょっと違ったような感じがしました。やっぱりこの辺がオートモーティブというところが出てるのかなという印象です。あと若干ちょっと人数が少ないセッションもあったりとかして、裏話ではセッション確保に結構奔走されてたような話も聞いているので、盛り上がりつつあるところというステータスなのかなという感じがしました。はい。で、あと、基本的にちょっとキーノートとかパネルディスカッションを主にさらっと報告していきたいなと思います。で、ALS の方の、オープニングキーノートの方は、Linux Foundation のジムさんがやってたんですけれども、ここで、書いてある通りなんですけど、どういう人材を雇うべきかということに関して、自動車業界の方に、なんとなくインパクトのある言葉を並べたかなという印象を受けました。で、仕事で遊ぶ人を雇うべきだと、そうクリエイトする人は報酬で動かないと、自分の好きなことをやりますと、あとはソフトを与える人を雇うべきで、自動車業界はソフトでお金を稼がずに車両で稼げるじゃないかというようなコメントがあったりとか、あとは計画に、こだわらない人を雇うべきだと、Linux なんかは計画なくてもこれだけ発展してきましたと、あと嫌なやつを雇うべきだと、日本ではなかなかそのお互いに批判し合ってっていう文化じゃないんだけれども、やっぱり批判し合った方がいい結果が得られるんですよと。あと、外部の R&D を活用できる人を雇うべきということで、かなりハードルが高いことをいきなり、ぶち上げるというか、先制パンチというか、そういうのを与えて、自動車業界からするとかなり、面食らうようなところもあったかもしれないんですけども、Linux Foundation としては、こういうふうにやっていた方がいいんじゃないかっていうのを、自動車業界にサジェスションしているというような印象を受けました。あと Google と Apple、Facebook と人材を取り合っているような状況ですよっていうような、煽り方もしてました。はい。大丈夫ですかね。特にコメントがなければどんどんいきます。で、日産さんのキーノートですけれども、インフォーテインメントの部署の方からで、主に IVI と CE 機器のギャップについて話されてたのかなというふうに思っていまして、車載なんかでは運転がやっぱり重要なので、
インフォテインメントっていうのは、まあ、その次ぐらいの感じですと。まあ、スマホの方はだ操作性が最優先されるっていう中で、そういうスマホ系のインフォテインメントの話が、まあ、結局、いろいろ問題になってきますよと。例えばブート時間は、まあ、スマホは30秒もかかってるけれども、そんなに車では待てないよとか、まあ、ブラックスクリーン問題っていうのは、まあ、フリーズとかがあるっていうことかな。まあ、そういう問題もあるっていう話をされてました。あとソフトウェアアップデートが要求されたりとか、まあ、サードアプリケーションも活用されるということで、まあ、それに対するアーキテクチャとしては、まあ、ちょっと図が出されたんですけれども、まあ、なんとなく仮想化的な、アーキテクチャを想定しているというような図でしたね。まあ、それがどういう実装形態か、まあ、ハイパーバイザーでやるのか、まあ、コンテナ型の仮想化でやるのかっていうあたりまでは、言及なかったんですけれども、ネイティブアプリとダウンロードアプリの世界では分離しているようなアーキテクチャを出されていました。あとは開発サイクルが全然違うということで、自動車っていうのはそんなにメジャーバージョンアップしないっていうのと、比較して、まあ、家電はどんどん新しくなってくるので、その整合性をどういうふうにすり合わせていくかっていうあたりが、まあ、課題にはなりそうだと。まあ、あとは、自動車の方の CPU とかメモリっていうのは、やっぱり、スペックが1、2世代前のスペックなので、まあ、最新機能そのままでは動かせないっていうようなところも指摘されてました。はい。で、まあ、日産さんとしても、今後はオープンなサービス、プラットフォームを実現していきたいという表明をしておられました。はい。じゃあ次に行きます。途中で割り込んでも全然 OK なので。で、ALS のパネルの方ですけれども、まあ、ここに挙げてる、ジャガーとルネサスは真中さんですかね。トヨタさんと、ゼンソーさんと、ジャガーさんとトヨタさんが、車メーカーの方で、デンソーさんが、まあ、サプライヤーの方で、ネッサンさんは、まあ、ジップのベンダーという立場から、参加をされていました。で、まあ、自動車業界における地殻変動ということで、まあ、125年自動車業界でサプライヤーを閉じた世界から、まあ、オープンな世界にしていきますよというお題目で、あとは、まあ、実際にディスカッションされた内容を、書き起こしましょう。で、まあ、そうですね、最初の方からちょっと報告しますと、まあ、トヨタさんは OSS 化をやらなければいけない理由っていうのは、やっぱり、自分たちだけでは扱いきれないと。いう認識があって、まあ、デンソーさんも、自分たちのリソースだけでは難しいので、まあ、全世界の知識が必要だと、まあ、そういう認識を、まあ、自動車業界の方が持ちつつあるということだと思います。で、まあ、これまで独自ソフトでやってきて、まあ、今後何どういうことが必要になるのかということに関して、まあ、トヨタさんの方では自動車業界の仕様っていうのが、なかなか OSS 界の方で、認識されてないということで、まあ、そういうあたりをまず議論するところから始まるんじゃないかと。仕様はあるんだっていうことは、まあ、一応、ユースケースっていう言葉が結構頻繁に出てきてまして、まあ、それがキーワードなのかなというふうに感じましたね。で、まあ、デンソーさんの方からですね、この我々のノウハウアイデアなので、まあ、オープンにするのは結構説得しづらいと、まあ、だけど変わりつつあってそのためには私がここに来てるんですよというような、まあ、若干苦しいコメントをされてました。そこは分かるところ、で、まあ、ジャガーさんはより開放的な感じでですね、まあ、ユースケースをジェネビに、まあ、開放したけれども、まあ、そのジェネビはメンバーにならないと一部見られない
ところがありますので、それが2900ぐらいユースケースとしてありますと、それも完全にオープンにしようと思ってますということを宣言されて、拍手喝采を浴びられてました。で、まあ、このあたりはやっぱりカーメーカーからすると、まあ、そのサプライヤーが握っていた今までのノウハウであるとか、そのあたりを、まあ、オープン化して、まあ、周知を集めて、より良いものをコスト安く実現できるっていうメリットがあるので、まあ、推し進めてると。で、ちょっとまあ、デンソーさんはやっぱりサプライヤーの面で、苦しい立場にあるのかな、という印象は受けました。で、次にまあ、何をコントリビュートしているのかっていう話なんですけども、トヨタさんの方は対戦 IVI にソースコードコントリビューションしましたよと。で、これはトヨタで初めてのことで、まあ、社内準備とかもいろいろ大変だったけど、なんとかやりきりましたと。これからソースコードで会話をしていきますということをおっしゃってました。これが何のソースコードかまではちょっと確認できてないんですけれども、まあ、トヨタさんが設計されている、開発されている、ウィンドウシステム系みたいなのがあるみたいなので、それをコントリビュートされたのかもしれません。ちょっとまだ確認はできません。であとは、なんかブースにデモ機があったんですけど、多分それに関することでしょうかね。すいません、ちょっとわからないですけども、そうかもしれません。で、まあ、これは中田さんからアドバイスで、オープンソースはとにかく小さなソースコードを出して、議論していくのが良いというアドバイスがありました。あとは、デンソーさんも、AGL とかジニーブには参加されてまして、まあ、起動時間とかファイルシステムとか、そういうあたりに独自の技術を持っているという話だったんですけども、それがストロングポイントだとは認識していないので、共有していくべきだというふうに考えているというふうにおっしゃってました。で、QA の中ではですね、まあ、ライフサイクルはやっぱり 2,3 年と長いので、最新のアップストリームに本当に採用されるんですかというような質問があったんですけれども、まあ、これに関しては町赤川さんからは、まあ、OSS は我々のルールでは動かないと認識していると。で、中田さんからは、まあ、開発、製品の生産者の方は上流に反映させたい、アップストリームに反映させないと思ってて、LTSI でギャップを最小化しているということを、まあ、例に挙げて説明をされていました。まあ、これはその通りかなと思います。で、あと、結局自動車エコシステム内にない開発者がコントリビューションの動機あるんですかって話で、トヨタさんは今後は誰でも参加可能なんですよっていうことぐらいを答えられてて、まあ、ジャガーさんも、まあ、今後はなんかマーケットに出せてマネタイズできるような環境を整えていきますっていうような答えをされてましたけど、若干まあはっきりとはしない答え方のに、まあ、注視したかなという印象で、まあ、確かにちょっと外部の人がコントリビューションする動機っていうのがなかなかちょっと見えづらいような印象は持ちました。はい、パネルに関してはこんなところですけど、なんか大丈夫ですか。 ALS に関してはこれぐらいで、まあ、Linux Con Japan の方をもうちょっと駆け足でいきたいと思います。Linux Con Japan はご存知だと思うんですけれども、まあ、今回また3日間ありまして、登録者650名もいたそうです。はい。で、セッションも、まあ、6会場か7会場ぐらい同時開催してまして、まあ、クラウドオープンジャパンの方も共催はしてたんですけれども、まあ、かなり賑わっているような印象で、ま、たそれこそクラウドオープンの方は施設ばっかりだったよね。はい、そうですね。私自身は Linux Con Japan は初めて参加だっ
ったんですけれども、ちょっと人数に驚きました。で、Linux コンの方は結構情報がパブリックにされているところがいろいろあるので、リファレンスを一応記しました。興味あればこちらを見ていただけるといろいろ情報が載っていると思います。はい、で今回リーナスさんが来られたので、その時は聴講者500人以上はいたと思われます。で、キーノートは Linux ファンデーションの方からあったんですけれども、大きなことをやろうとする必要はないと、I'm not doing anything big, just something for fun ということで、おっしゃってました。あと、ですね、同じ内容結構多かったんですけど、Linux にプランはないとかですね、普通、良い人じゃないと思うかもしれないけど、OSS の人は批評を批判しますということとか、R&D、外部の R&D をうまくマネージしましょうという、LS とちょっと同じことをおっしゃってましたね。この辺はちょっと飛ばします。あと、キーノートで富士通さんが、オープンソースデベロップメントインリアルビジネスということで、富士通さんと、Linux 開発の関係なんですけれども、実装する人はリクワイアメントをちょっと違って理解するかもしれない。じゃあどうするのか。自分自身が開発すればよいというオープンソースの、考え方ですよと。で、コミュニティで開発をしていきますと。ただ、その Linux は作ったらクリーンアップしないといけませんよと。その上でパッチを送らないと、Linux 自体がめちゃくちゃになってしまいますよと。これは一つの会社の一つのチームの生産性としては低下する原因になるんだけれども、他のメンバーとやることで技術革新ができて、全体の生産性は何倍にもなりますよと。こういう考え方でやってますということで、OSS より他に選択肢はないということをおっしゃってました。で、これがリーナスさんが、対談形式で、登場された時の話で、これも多分いろんなウェブサイトに、いろいろ載ってると思うんですけれども、そうですね、印象としてあまりなんか技術的な議論をするのかと思ってたんですけど、あまりそういう話題は少なくてですね、ここに挙げているように多様性の話とか、そういうところでも盛り上がっていたような印象があります。で、特によく最近リナさんも言ってたことだと思うんですけれども、多様性に関しては、男性白人が多いと、女性が少ないということで、若者も少ないというところで、どういうふうに、若者を引き込んでいくとか、この会場もそうですね。女性の方はいらっしゃらないですけども。どういうふうに女性を引き込んでいくかっていうあたりが、QA でも結構話題になってましたので、皆さんいいアイデアがあれば、リナスさんに送っていただければいいんじゃないでしょうか。で、あとはそうですね。例えば、開発者のない人でも、パッチ投稿はできなくても、コントリビューターにはなれますよということで、コードを書くだけではなくて、翻訳するとか、ディストリビューションするとか、自分の得意な分野で、貢献するっていうことが重要だというふうな議論でした。あとは、結構これはもう、いつもそんな感じでリナスさんは答えられてるのかもしれないですけど、Linux をなぜ始めたのかっていうのに関しては、なんかバカだったからとか、単に OS が欲しくって、プログラミングしただけだと。その時にはこんなに、大変なことになるとは思わなかったっていうようなことをおっしゃってました。はい。そうですね。リーナーさんは結局、Linux はどこに行くのか聞かれた質問に対して、プランはなかったし、
まあ、いろんな、まあ、Linux は今大きくなってますから、まあ、いろんな方向に向いていて、まあ、みんないろいろ、やっていくでしょうというような、それぐらいのプランしかないよというような感じでした。はい、あ、なんかツッコミがあればお願いします。大丈夫でしょうか。で、あと最後は、コルベットさんの、話で、まあ、今回のあのジャンボリーでも時々名前が出てきましたけれども、まあ、ビッグリトルなんかも、あ、これコルベットさんは、LWN.net の、まあ、やってる人で、まあ、カーネルリポートということでやられたんですけれども、まあ、ビッグリトルに関してもスケジューラーを、改良したいならアームにコントリビューションしている人たちがもっとやるべきだと、それとか、されてました。はい、で、印象的な言葉として、テールランプを見ていては、見ているだけではイノベーションを起こせませんよという言葉を残していかれました。はい、以上です。何か補足等あればお願いします。あ、すいません、なんか、メールアドレス2つ書いてるんですけれども、本来というか、よく、アンソー君、もう一人の加藤が発表するんですけども、今日も来る予定してたんですが、ちょっと事情で来れなくなったので、そのまま二人書いてますけれども、どちらでも、構いません。別人ですけれども、どちらでも OK です。これからダブル加藤って言ってました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。